劉備の入植により乱世は三国鼎立の時代を迎える。その後蜀は定軍山にて魏軍を駆逐し漢中異勢を制圧。一方で孫権の要求をのみ慶州の大部分を孫呉へ返還した。蜀と呉の盟は良好に保たれ東西から大国魏を睨む。三国の関係は安定にも似た亀甲を見せていた。それぞれに国を富ませ力を蓄える劉備、曹操、孫権、それは乱世の永続あるいは激化をもたらしかねない。ならば少子国力とも充実する今こそ乱世を終えるべき時。かくして諸葛亮は曹操との決戦を訴状、劉備もこれを承認する。決戦、その響きに血をたぎらせる関羽、馬超、甲胄、歴戦の猛将たちが今五条原に勇躍する。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。この五条原で曹操との真意を決する。皆私に力を貸してくれ。やはり歯を競うのは貴様か。だが最後に勝つのはこの総合の得意よ。曹操を討ち天下に正義を示す。いざ馬毛騎参る。さてそろそろ頃合いかな。国軍を誘い出してみよう。敵が動きを見せましたね。各軍慎重に行動してください。射程内投石隊攻撃を開始。投石ね、指揮する将に報復してやればいいですよ。投石なんぞで俺様が止められるかよ。待ってやれ、すぐぶちのめしてやる。自分こそ葬儀を守る鉄壁の砦、曹子公参る。馬超の武受けてみよう。必殺無影汗脚。
ありません。これでも感心しているのですよ。働き
今日の勝負はここまでだ。敵将魔王騎が討ち取った。戦は知略でするもの、見知るがよい。よくやってくれた。私たちの勝利だ。